です。古い成功体験、新しいことにチャレンジを邪魔するって話をしたいんですけど、広告においてテレビ CM っていうのはかける莫大なコストの割に回収が割に合わないから最近は減ってると思うんですよね。でその代わりに YouTube というこういう動画において下に広告が表示されてると思うけど、その広告はコストパフォーマンスがいいのか増えてますよね、かなり。そういう適応力っていうのはない企業っていうのは、適応力のある企業と比べてしまえば潰れてしまうってリスクがそれ高くなっちゃうわけですよね。だからそういうね、そういう企業に限らず新しいことでチャレンジするっていう意味でも、こういう本を読んで考えてみると新しい視点が得られると思いますよ。それでは。